はい、こんにちは。ヤミエンと申します。この動画を開いてくださった皆様ありがとうございます。この動画ではですね、今までこういうことやってきたよっていう話と、これからこういうことやっていきたいよっていう話をざっくりしていこうかなというふうに思っているんですが、まあ、なんかちょっとね、前々から見てくださってる方からすると、なんかいろいろとアイコンとかリニューアルしたり、なんかキメキメの写真にしたりとかして、お前どうしたのというふうに思ってる方もいるかと思うので、まあ、そういう理由とかも含めてちょっと説明しつつ、また新しく見てくださった方が、多分今これチャンネルのトップページにあると思うんですけれども、あ、この人ってこういう人なんだっていうのが分かりやすく、知れるような、そういう動画にしていきたいなというふうに思っております。さて、まずちょっとね、自己紹介みたいなことをしたいんですけれども、まあ、一応ですね、前々から役者として活動しているほか、今なんかね、そんなにやってないんですけど、ちょっとだけモデルみたいなお仕事をさせてもらったりとか、あとはもう15年ぐらい前からですね、動画投稿、実況を上げたりとか、あと生放送やったりとか、まあ、15年ぐらい長々と活動しているインターネット老人なんですけれども、まあ、そうですね、そのゲーム実況と、生放送っていうのをよくやっておりまして、それはね、もちろん今後も続けていきたいなというふうに思っているんですが、ちょっとね、この今2ヶ月ぐらいかな、ちょっと体調とかもろもろがあってお休みさせてもらいますみたいな話をねしていたんですけれど、そこから復帰して、その休んでる間にこういうことやってみたいなっていうのをちょっと思ったのがいくつかあったので、そのあたりのねお話をちょっとしていきたいなというふうに思っております。で、今これ開いていただいている YouTube なんですけど、この YouTube のチャンネルと他に Twitch っていうまた別の配信サイトがあって、この Twitch でも一応配信をちょこっとだけやってたりとかしたんですね。ただ Twitch あんまり使い方がよく分かってなくて、結局なんかね、アーカイブもほとんど残ってないみたいな感じだったりとかするので、まあ、なんかちょっとこの使い方をどうしようかなっていうのをまず考えたんですけれども、YouTube の方はですね、こんな感じのちょっと近況を何でしょう、報告するような動画とかだったり、なんか Vlog みたいなこともちょっとやってみたいなとか思っていたり、あとはシンプルにね、なんかお洋服とか、まあ美容とかそういうのが結構好きなので、なんかまあその辺の話、まあ、別に美容系になろうとかそういうつもりはないんですけど、なんかそういうお話とかも YouTube の方ではやっていきつつ、ただまあゲームはもともと好きなので、ゲーム配信、おしゃべりすることは好きなので、ゲーム配信としてはなんかストーリーがあるゲーム、例えばカービィ、まだやってないんですよね、あのディスカバリーとか、ポケモンアルセウスとか、あの辺をやってないので、ああいうストーリーがあるゲームをこっちの YouTube の方ではやっていき、それもなんか1時間2時間ぐらいの見やすい感じでちょっとやっていこうかなと、まあ、言ったら外向けの感じでやっていこうかなというふうに思っていて、でこれだけじゃないですよ、もちろん急にお前体裁が良くなったなと、なんか外行きの顔しだすようになったなと皆さん思われると思うんで、Twitch の方ではそういうのも外行きの顔はせずに、あ、疲れたって言って、じゃあまあだらっとゲームやっていくかみたいな、でもApexやるか、バルランドやるか、あとなんだろう、シミュレーションゲームみたいなだらっとやれるゲームやるかとか、まあ、FF14 やってるんですけど、配信ではやったことないから、いきなりね、なんかもうラスボス倒した後みたいな状態から始まってもね、何も皆さん分かんないと思うから、まあそういうのではないけど、なんかそのだらーっと長時間できるようなゲームをいつものトーンで、あー、みんな元気、僕は元気じゃないよぐらいのトーンで、このツイッチの方ではやっていこうかなと思っております。あとツイッチってなんかウォッチパーティーって呼ばれる機能があるらしく、みんなでね、こう Amazon プライムビデオの作品を Amazon 会員の方とみんなで一緒に作品を見られるっていうのがあったりするので、だらーっとゲームやって、あ、疲れたな、ご飯でも食べようかなっていう時に、まあ、ご飯でも食べながら皆さんと一緒にそういう作品を見る、で感想を言い合うみたいなこともできたらなというふうに思っております。まあ、なんで、まあ、ちょっとなんていうの、作って頑張るぞみたいな時は YouTube で、今日は疲れた、今日はだらけるぞみたいな時はツイッチでっていう感じの大まかな使い分けをしようかなと思っています。もしかしたらこのツイッチの方で面白いことがあったら、なんかそのクリップ切り抜きみたいなやつを YouTube に上げるみたいなのもできたらいいなと思ってるんですが、
別にそのつてがないので、別に切り抜き資産お願いしますみたいなつても僕特に全くないので、まあ自分でやるのもしんどいし、まあなんか運が良ければあるかもしんないですみたいな。Vlog 撮るって言ってもね、カメラさんとかも別に知り合いがいるわけじゃないから、なんかもろもろ近況報告動画上げつつ、なんかいろいろと運が良ければ他の動画も YouTube の方で上がったりするかもよみたいな感じで思っていただければと思います。そして今後やりたいこととして、お芝居とかね、あと、まあ、お洋服とかが好きって言っていたので、まあ、これはちょっと夢みたいな感じの話なんですけど、まあ、なんかね、その自分の関連するファッションアイテム、まあ、アパレルコラボなんていうとすごい言葉がでかいんですけれども、なんかそういう自分が携わったようなファッションアイテムみたいなものがこう世に出るような機会に恵まれたら嬉しいなとか、なんかあとはお芝居もね、こういうお芝居の場所、舞台とかに出る機会にまた出会えたらいいなとか、まあ、あとはゲームが好きなので、やっぱりそのいろんなゲームを触れていきたいなというふうに思ってるんで、そのいろんなゲームにもっと触れる機会に恵まれたらいいなというふうには思っていたりとかするっていうのが、まあざっくり夢なので、なんかこういった夢みたいなことをちょっと叶えられるように、今後活動というかアピールみたいなのをしていこうかなというふうに思っています。なんか結構そのインターネットから発信されたインフルエンサーさん、ストリーマーさん、いろんな方々が今いらっしゃると思うんですけど、なんかそういう方々が本当に何て言うんでしょうね、なんだろう、ちゃんと発信したことを実現できる環境が本当にある時代だなと思っているので、なんか結構僕自分の夢語るとか、あと何でしょうね、こういう熱量を持ってるみたいな話をするのがすごく苦手な方なのね、皆さん多分ご存知かと思いますけど、なんですよ。なんですけど、ちょっとこれからはそういうなんか前向きなところ、こういうことやってみたいみたいなところをもっと皆さんとお話しできる場所っていうのを増やしていきたいなというのが、まあ、一つの夢であり、今後の活動のスタンス、目標みたいなところではあります。ただチャンネルアートかな、チャンネルアートが変わったり、あとこの辺かな、アイコンが変わったりとかしたからといって、基本的なその配信のスタンスとか活動のスタンスっていうのが変わるわけではないので、なんかまあみんなと一緒にいろんなもん作ってこうや、友達や、一緒になんか見ようや、一緒になんかこんなことあったって話しようやみたいなスタンスは全く変わっていないので、なんかね、面白いことがあったら皆さんからもなんか友達に話しかけるぐらいの感覚で教えていただければと思っておりますので、新しくこの動画を見て知ってくださった皆さんも前々から知ってくださって、改めてですね、応援するよって言ってくださる皆さんも引き続き何卒よろしくお願いいたしますといったところで、この動画を改めて開いてくださった皆様ありがとうございました。ということで、闇園でした。ありがとうございました。バイバイ。